お揃いの R の被り物の姿で分別を促すダンスも披露。稲垣吾郎、草薙剛、凪は、弓編に前刀が正式表記、香取慎吾が出演するサントリーの企業報告、素晴らしい過去になろうの新シリーズとなる、ウェブ動画4が、10月17日から10月20日まで、サントリーのオフィシャルチャンネルをはじめとするサントリーの公式 SNS で順次公開される。初日である10月17日は、ペットボトルが新しいペットボトルに生まれ変わることができるかは、リサイクルボックスなどで外でも綺麗な分別をするかが、運命の分かれ道になっていることを伝える、素晴らしい過去になろうあの箱の名前ペンを公開。この動画を皮切りに、3日間連続で動画を公開されるほか、10月20日のリサイクルの日当日には、ペットボトルの分別をテーマに3人がオリジナルダンスを踊るダンス動画を公開し、外での綺麗な分別を呼びかける。また、動画の公開に合わせて、香取描き、おろしの鳥のイラスト入り、サントリーオリジナルペットボトルカバーが、抽選で1000名に当たるキャンペーンが10月16日から実施中。ペットボトルカバーで、ペットボトルの綺麗な分別に向けた最初の行動、飲み切るを後押しする。10月17日公開の新ウェブ動画と20日公開のダンス動画について、新ウェブ動画では自動販売機の横のリサイクルボックス、飲料空容器専用の回収ボックスの前に、ルートセールス、自動販売機の設置先を巡回し、商品の補充や機械の清掃、リサイクルボックスの空容器回収などの業務を行う、専門の職種のユニフォームを着た、稲垣、草薙、香取が登場。草薙が、リサイクルボックスは、ゴミ箱ではなく、資源を集める大事な箱であることを稲垣と香取に説明し、呼び方が変われば意識も変わると説くストーリーを通じて、綺麗な分別をし、リサイクルボックスへ入れることで、ペットボトルが、資源になることを訴求していく。また、ダンス動画では、R の被り物をした3人が登場し、ペットボトルの分別をテーマにした息ぴったりのオリジナルダンスを披露。3人が被る R には、リサイクルの頭文字としての R のほか、リサイクルボックスの先には、回収をする人や回収したペットボトルの分別を行う人など、客の人がいることを踏まえ、その方々に向けたリスペクトの R という思いが込められている。カエルの合唱のリズムに乗せた、思わず真似したくなるようなキャッチーな振り付けと、綺麗な分別の仕方を伝える歌詞が、印象的なダンス映像を、10月20日のリサイクルの日にお届けすることで、外でのペットボトルの綺麗な分別を呼びかける。ダンス動画歌詞、タイトル、ペットボトルカエルの歌カエルかどうか運命カエル5句、ベリ、パカ、ポン。ごく、ベリ、パカ、ポン、ベリ、パカ、ポン。10月17日公開の新ウェブ動画ストーリー、素晴らしい過去になろうあの箱の名前ペン、33秒、自動販売機の横のリサイクルボックスの前で、会話している、ルートセールスのユニフォームを着た3人。これ何かわかる？という草薙の問いかけに、香取が、ゴミ箱でしょと応じる。ブー、リサイクルボックスですという草薙のコメントに、どう違うの？と尋ねる香取。これはゴミを捨てる箱じゃなくて、資源を集める箱だからと説明する草薙に、香取が大事な箱なんだと同意すると、稲垣が呼び方変えるだけで意識変わるかなと指摘する。それに対して、歌手とアイドルじゃ全然違うでしょ？と説く草薙。わかりやすい例えに、二人も確かにと納得。ここで、リサイクルボックスのカットに、ペットボトルに戻ってくるか、これないか、ここが運命の分かれ道。というナレーションが挿入。最後は、サントリーのじゃなくてもね、と、カメラ目線で呼びかける草薙と、稲垣、香
カトリのスリーショットで締めくくられる。また、動画の続編となる、素晴らしい過去になろう早めに言いたいことペン、素晴らしい過去になろうもう一つの R 編も、サントリー公式チャンネル及び公式 X、サントリーにて順次公開予定。撮影エピソードをお揃いのユニフォームを着て、ルートセールスを演じた3人今回の動画で、自動販売機の設置先を巡回し、商品の補充などを行うルートセールスに扮した3人。草薙は、昨年に続き2回目、稲垣と香取は、初のルートセールス役ということで、お揃いのユニフォーム姿で、初めての撮影となった。長回しで収録した版は、ファーストテイクから、息の合ったやりとりを演じると、その後も現場はスムーズに進行。カメラ目線で呼びかけるラストのスリーショットまで、誰一人 NG を出すことなく、あっという間に撮影が終了した。NG を出したカトリを稲垣と草薙が、フォローダンス動画の撮影では、ルートセールスのユニフォームに、R の形をした被り物をして、撮影に臨んだ3人。前列のカトリ、後列の稲垣と草薙で、逆三角形の形を作り、に合わせて、ダンスを踊った。途中で、カトリがミスした時には、稲垣と草薙が、前列はうちらの3倍ぐらいプレッシャーかかるよね。そうそう、俺たちは信号を見ながら踊っているからと、すかさずフォロー。仕切り直しとなった次のテイクで、この日一番のパフォーマンスを披露すると、モニターでプレイバックを確認している3人から、いいね。完璧。来たんじゃない。という声が。全員が手応えを口にした次の瞬間、監督から、OK という言葉が飛び出すと、3人とも満面の笑みを浮かべて、スタッフの皆の拍手に応えていました。サントリーオリジナルペットボトルカバーキャンペーンについて、タッチ、サントリーが設置されている、対象自動販売機の二次元コードを、スマホで読み込むと、その場で抽選で1000名に、カトリ・シンゴが描き下ろした鳥のイラスト入り、サントリーオリジナルペットボトルカバーが当たるキャンペーンが、10月16日から、実施中。キャンペーンに参加すると、3人のオリジナル動画を、視聴できる。詳細は、キャンペーンサイトで、ラジオ番組、スクールオブロックとのコラボ企画について10月20日のリサイクルの日に向けた、素晴らしい過去になろうのコミュニケーションの一環として、未来の鍵、ロックを握るもう一つの学校をコンセプトに、中高生から絶大な支持を集める人気ラジオ番組、スクールオブロック、東京 FM、JFN とサントリーのコラボ企画が10月7日から実施中。コラボ企画では、リサイクルを10月の月間テーマに掲げ、スクールオブロック、リサイクル部を発足。SNS と連動した、ペットボトルの綺麗な分別の、実践報告投稿キャンペーンや、リサイクルをテーマにした、トーク及びクイズコーナーなど、全国のリスナーの皆に、リサイクルや、分別を身近に感じてもらえる、様々なコンテンツを展開している。特設サイト、素晴らしい過去になろう、プロジェクト https://www.santory.co.jp/company/companies/arashikako/自然と響き合うサントリーの環境活動 https://www.santory.co.jp/eco/キャンペーンサイト https://www.santory.co.jp/softdrink/campaign/touch/スクールオブロックコラボ企画特設サイト https://www.tfm.co.jp/rock/recycle